はい、ウイちゃん TV でごスターをどうすかようかさーが、今回はですね、今回もか、DLC のご紹介になります、サマーバケーションキャラクターパックのご紹介になります、まあ、11月2日にですね、これ配信されました、デラックス版に入っていないキャラクターですね。はい、ストームトゥルーパー部隊とタイファイターから離れバケーションを楽しもうということで、まあ、シリーズを象徴するキャラクターが水着姿で登場ということになっております。キャラクター5体ですね、ご紹介いたしますので、まあ、購入などのですね、参考にしてください。Steam で300円ですかね。はい、それではやっていきましょう。はい、ということで、キャッシークの勝ち方にやってきました。ここはですね、まあもちろん海ですね、砂浜になります。ただね、ちょっと寒そう。ちょっと寒そう。サマーバケーションとはちょっといかないかな。ただね、場所的にはここなんですよね、多分ね、こうね、なんかベンチなんかね、これね、あってね、多分ね、ここなんです。ただね、座れない。座る機能がない。立つだけという。なんかね、皇帝もね、ちょっとね、戸惑ったような顔してますけど。はい、皇帝サマーバケーション、巨大なシス教にして銀河帝国の皇帝である彼も特殊のシス水着で、波を支配することを楽しんでいる。波を支配するんだ。ナブーの日差しは強いが、幸いには皇帝の日焼け止めは優秀だということで、ナブーに浜辺はなかったような気がするけども、まあいいでしょう。もうここでいいでしょう。もうここで、ここ浜辺あるからね。はい、ということで、まあ、日焼け止めはいらないようですね。はい、ということで、はい、それでは見ていきましょう。まず、こんな水着を着てる人は外人しかいないということで、そこから始まっていきましょうか。はい、バケーションですからね、まあ、攻撃はもう皆さん知ってるでしょうし、こんな感じですよね、なんかね。まあこんな感じでこうやっていきますけども、攻撃っちゃ攻撃で、この顔もね、もうだいぶ見ましたからね。こう座れないし、はい、そして決め顔をしましたけども、おいなくなった、釣り人が逃げたか。そうか、ほら逃げるし、サマーバケーションのところじゃねえわ。さて、何をするんだっていう話ですけども、皆さんそうでしょうけど、これちょっと話してみましょうか。ね、これ、話せんの？わかんないよね、やっぱね。これ ちょっと待って。もうめんどくさいので、万能翻訳機付きも使います。もういち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 変わるのもあれだから。行きます行きます、怒ると毛並みが乱れますよということで、何の話でしょうか。やっぱこれ水に浸かれないじゃん、これ。すごい。ここまで溺れました。はい、ということで、まあ水着はこんな感じですね。はい。はい、この顔ですね。この顔がもう最高です。はい、ということで次。フォースにバランスがもたらされるという予言があろうと、恐ろしきシス教がアーマーの下に気にしているのは自身の体温バランスのことだ。ベイダーは装いを新たにし、タンクトップでスタイリッシュかつ爽やかに決める。これだけおしゃれな父親なら誰もが信頼するはずだということで、はい、父親の威厳を保ちたいということなんですね。おということで、今時こんな派手なシャツを着てるやつはいないということで、一言付け加えておきますけども、まあね、これもね、まだほら一緒だよね。戦い方はまあ一緒です。まあ一緒です。ということで、そうね、あれ行きましょうか。ね。やはりこれじゃないでしょうか。はい、はい、はい、この笑顔がたまりませんね。これでやっていきましょう。これでね、これでね、いろんなことをやって、ちょっと見に行きましょう。これでね、いろんなところを見に行きましょう。はい、もうこれ最高。
そこれ最高でしょ。これ以上に最高の顔笑顔はないでしょ。これこれ以上の笑顔はないな、これな。はい、これもう最高ですな。もうこれもう1強でしょ、これが。はい、ということで、まあこれ1強ですね。はい、次ちょっと待って降りましょう。そしてちょっと変わります。してこれ凍ってちょっと何をされてらっしゃるのでしょうか。ふーんじゃねえわ。笑顔、これこわ。ゴックに乗ると皆さん笑顔になるという。なぜ皆さん笑顔になるんでしょうか。ちょっと待って、降りたらうーんっていう顔してますけど。うーんっていう顔してますけど、これ乗ると笑顔。ほらね、もう本当ね、もうこれは本当最高ですわな。おっぱくだす、バケットだし。お、投げた時は頭が、お、ゴムフからしぼむ、投げるとかしぼんで投げて、で受け取ったら膨らむというどういうことなんでしょう。この人たちの構図はしぼむ、投げる、受け取る、膨らむ。勘弁してください、お腹がよじれます。お腹笑顔。はい、もう次行きましょう。ちょっとね、もうねもう本当にね、もうやり始めたらキリがないから、面白すぎて。次、はい、オビワンケノビサマーバケーション、伝説のジェダイマスターより文明化した時代のクラシックな肌柄シャツをまとい、スタイリッシュにサマーシーズンを過ごす。オビワンこだわりのファッションの多くは理解されにくい独特の視点に、頼るところが大きいということで。はい、オッケー。オビワンこんな感じだかな。こんな感じかな。で、まあこれね、今ちょっと思ったんですけど、これ乗るでしょ。ちょっと待って。これ乗るでしょ。乗せてくれや。これ乗るでしょ。あ、やっぱ笑顔になるんだ。これ笑顔になるんだね。はい、ということで、はい、お約束ですね。あなたもお笑いの世界へ連れて行きましょう。なんでしょうか。そして乗る。笑顔。やっぱね、降りるとね、こんな感じだね。降りるとまあこんな感じだね。ちょっとね、ちょっとこう真面目な顔になりますけどね、乗ると楽しい笑顔。まあいいでしょういいでしょう、まあいいでしょういいでしょう、まあね、これでもこいつもしぼむって帰ってきた、膨らむ。やれまあ、攻撃の時にしっかりこう口をこう、もうなんかこう怒った顔になるんだね。あーんとね、ほらね、ほら、ちょっと言葉がだだをこねてるような感じになりましたけど。しぼむ、膨らむ。はい、 OK、 こんな感じですかね。こんな感じ。はい、フィン、サマーバケーション。ファーストオーダーを抜けたということは、ストームトゥルーパーのモノクロファッションも捨てたということだ。あ、そういうわけで、今年のサマーシーズンは、フィンのカラフルな一面が発揮され、涼しげな装いを見ることができる、短命に終わったファイナルオーダーとの戦いに勝利し、心に希望を抱いた彼は仲間と楽しい時間を過ごそうとしていると、ああいうことですね。はい、それでは皆さんと楽しい時間を過ごしてください。はい、お仲間になりましょう。やっぱりね、こう楽しい時間を過ごすには、こうやってみんなでね、みんなで同じ
同じね、同じこのビッグ、ビッグなんだろう、ビッグヘッドモード同じね、みんなと一緒にね、同じね、ビッグヘッドモードにならないとね、やっぱりね、ダメだということで、はい、乗っちゃいます。そして笑顔だということでなぜこれ乗るとみんな笑顔なんでしょう。そして、そして、はい、はい、降りると真面目な顔になりますそして、あ、こいつは銃なんだピュー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 入れてたんだったそれと、なんだっけ、コメディ武器コメディ武器はい、これがコメディ武器です、皆さんそして、レインボーなんとかっていうその銃のやつですね。はい、それとピュンピュン、ピュンピュンも入れておりますピュンピュンも入れておりますピュン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 ってこれ、たぶん、何よ、ゴールドゴンクに乗ってピュ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 ンはダメなんだね。出ないんだね。はい、出ません、出ません。はい、ということで、はい、はい、ピュ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 ンも楽しんだことだし、ピュピュチューチューチューも出ましたけど、チューチューチューも仲間で、お、なんだ、なんだ、ちょっと待って、ちょっと待って、今のはなんだ、ちょっと待って、お、なんか、鼻耳みたいなものが鳴るんですけど、ちょっと待って、ちょっと、もう一回見せてくれや。こういうのを壊したらなるのかな。あれ。いいな、いいな、いいな。楽しいな、サマーバケーション。これだからサマーバケーションは楽しい。ピュン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 。うん、いいな、やっぱサマーバケーション最高です。最高っす、サマーバケーション最高っす、ね、ちょっとあっちにもこれねあるからね、ちょっとね、遅いわ、頭でかいから遅いわ。はい、乗りました。お、この時は普通になるんだね、頭ね。バクバクプリン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 。面白いアイテム紹介になってますけど、サマーバケーションから。はい、ということで、ちょっとね、次行きましょう、次。走るとき口開けて。お、口乾くぞ。なんか、ふんふんって言ってません、この投げるときに。行きますよ。ふん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 って。出た大きく顔がふふん。はい、次行きましょう。はい、これですね何これサマーセーターこれやるなまあちょっと見ていきましょう。R2D2 サマーバケーション。独立心の強い冒険好きなドロイド、絶縁ライフデイセーターで、何これ、ライブセーターで陽気な一面を見せつけている。共和国の崩壊、銀河帝国の破滅、ファーストオーダーの敗北をその身で体験しており、仲間たちも彼のユニークなスタイルに気づく頃かもしれないということで、そりゃ気づかんだろう、これは気づかんだろう。これ乗れるのかな、乗れないよね、やっぱね。はい、ということで、こんな感じでやっておりますけども、まあ、攻撃がね、もういろんなそのエクストラはもう関係ないみたいですね、変わらないみたいですね、エクストラはね、ピュンピュンとかそういうのはないですね。はい、ということで、はい、君もちょっと仲間入りしましょうね。君もね、ちょっとね やっぱりなんかカンカンですかという蓋を開けて中から海苔を取りましょうみたいなもうその感覚はやっぱ年寄りしかないでしょうね、これね。今はこれなんでしょうね、中からなんか飴かガムかなんか取りましょうみたいな感じなんでしょうね、多分ね攻撃は届かないってちょこっとしか先っぽが出ないという
この続きは聞きそうですな、この続きは聞きそうですな。これ何か言おうとしてるけど、なもういいや。はい、ということで、はい、ということで、この辺で、もう終わらなければならないんですけども、この笑顔を見るともっともっとね、なんかね、遊びたくなりますけどもね。はい、そしたら、あ、やっぱ私はあれかな、やっぱ好きなのは、今回好きなのはダース・ベイダーのサマーバケーションが一番好きでした。これね、これもうやっぱこれが、この笑顔がやっぱ最高だな、これな、これが一番好き、これが一番良かったと思います。はい、ということで今回はですね、この顔を見ながらお別れしたいと思います。はい、今回はこの辺が、今回はこの辺で終わりたいと思います。まあ役に立ったかなと思った方、そしてですね、参考にしたいなと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。